なお各チームリーダーは銀と丈一郎が務めよ。他の2名は調理をサポートするのだ。学生の時の俺と思うなよ、丈一郎。おうおう、威勢のいい子ったな。おお、向こうにナキリさんと相馬くんまで。堂島シェフと匠くんの足を引っ張らないようにしなきゃ。ずっと憧れていたサイバ様と同じチームに全力でお力添えして差し上げなくては。調理場の提供を感謝する車掌殿。さて、双方に作ってもらう品はアッシェパルマッティ。フランスの代表的な国民食の一つである。制限時間は50分とする。アッシェパルマンティエ、前に篠宮師匠のとこで聞いたぞ。ミートソースにチーズやポムピューレ、つまりマッシュポテトなんかをたっぷり重ね合わせてオーブンで焼き上げるメニューだ。手間のかかる工程がいくつもある料理、3人がかりでも50分じゃギリギリだよ。シェフの指示のもと完璧に分担しなければ間に合わない。そしてルールだが、調理中一言も声を発してはならん。では調理を始めよ。どうすれば。こんなの目隠ししてるのと一緒だね。え、匠くん、今どうして堂島シェフの考えが分かったの。そうか、この模擬戦だって今までやってきた料理と何も変わらないんだ。調理工程を頭の中にきちんと思い描いて逆算、シェフの行動をしっかり見て、今まで相馬くんをサポートしてきた時みたいに次を想像して動く。まず一つ目のハードルは超えたか。もう我慢ならねえ。そば、お前もっと俺の行動に合わせて動けよ。親父こそ基本のレシピと全然違う手順で滑っちゃってよ。うるせえ、お前はサポートだろう。うまいこと汲み取れ。無茶言うよ。てかわしゃってすんな。喋っちゃってる。失格にするぞ。ちょっと。すみませんでした。けどよ、道具を置いてたから調理中じゃなかったってことでセーフだろ。そんなへりくつは通らん。いいか、次はないぞ。このままでは特訓にならぬからな。ちょっと雪平くん、チーム内でいがみ合っている場合ではないでしょ。サイバ様がリーダーなのだから、私たちは全力でサポートすることだけ考えて。なきりまで喋り出した。いけないんだ。人ごとみたいに笑ってる場合。しかしよ、なんで親父のやつあんな勝手な料理すんだろうな。確かにそれは私も気になっているわ。この料理、アッシェパルマンティの主役は何といってもミートソース。牛ひき肉と香味野菜にしっかり焼き色をつけ、赤ワインやブイヨンで鮮烈なキレとコクを。時間が最もかかる工程だわ。なのにサイバ様はそれ以外の作業から着手していた。どうして堂島シェフのように王道の手順で進めないのかしら。アンチョビ、そしてバジルだと。そんな材料この料理には使わないはず。それにあの皿、アッシェパルマンティエはフランスの家庭だとグラタン皿で提供されるのが普通だわ。それを皿盛りで出すということは、堂島シェフが今作ろうとしているのは本格レストラン仕様、美食路線のオリジナルアッシェパルマンティエ。サイバ様も堂島シェフも私たちを試している。